石川優真選手、乗りますのは川北ピリカ、専修大学馬術部からの出場です。現在走行しております専修大学馬術部の川北、失礼いたしました、石川優真選手と川北ピリカですが、馬が障害を比喩することを嫌がってしまったようです。減点が4点となります。さあ2回目のチャレンジ、さあ今度はきれいにクリアしてまいりました。さあ現在走行しております川北ピリカ、北海道で生まれましたサラブレッド、9歳になります挑戦された馬千馬です。サムライハートと川北ラブポップの3区、京都馬時代も同じく川北ピリカという馬名でレースに出走しておりました。さあ現在1つの障害の落下で走行中、最終ダブル障害、A 障害から2カンポで B 障害クリアしゴールです。速報タイム81秒58、81秒